はい、よろしくお願いいたします。それでは今回10分切り負け、相手の方2段の方になりました。よろしくお願いいたします。初手6、初手4八銀から来ましたね。まあ、一応こちら先手番として、まあ、6二銀って言わせてもらいますけど、なかなかこの初手、6二銀っていうのはあれですね、羽生先生が昔やってたような気がするんですが、ちょっと飛車先は交換してくれともう言われているので、逆にしたくないですね。普通に角代わりにして、ああもうなんかどうしようかな、交換するか、ここまで言われたら。危ねえ、今飛車25に行くと一発で負けになるんでね、気をつけてください。誰もやんねえか。はい、これで一応こちらだけ飛車先が交換できた角代わりみたいな感じになると思われるんですが、これはちょっとあれですかね。どないしよう、とりあえず端出しにしときますか。もうすでにちょっと、ね、形勢に差がついているかなという感触はあるんですが、出とくか。これでまあ角交換して4一角のラインが、銀上がったことによって生じましたんで、まあその辺も狙っていきたいですね。なんか7三銀に近づいてしまうので、あまりこう囲いに入れるってことは、考えずにいきたいと思います。6八ぐらいまでは、はあどうですか、角打ちたいですけど、まあ、2四歩突かれた時に、銀引いて、まあ、銀引いて、ちょっとまだ決めきれないかな。これ難しいですね。どうしよう。角打ちますか、こっちも。対抗して。そしたら、交換できますからね。まあ、打つか。あまり気乗りしないけど、まあまあまあどうでしょうか。これで2四歩同歩同銀同銀同角同角同飛車で、一応攻めの銀と守りの銀がしっかり交換できる形になれば、優勢っぽいですね。さあどう指してきますでしょうか。次に2四歩同歩同銀という単純な狙いが、そうか、まあ、これ ただ2四歩合わせて4五歩なら2三歩なり同金に、まあ、2四歩と打つ手ありそうですね。4六歩ならとなって取って1四銀と出て決まりそうですね。行ってみるか。そうですね、まあ、4五歩は2三歩なり同金2四歩で決められちゃいそうということで、交換に応じていただきました。そうですね、まあ取りますか。大体こういう時に取った方が、お得なことが多いので、まあ1四歩同歩1二歩同香1一銀みたいな筋も、見えてくるんですけどね。1四歩同歩1三歩、同香1一角同玉2三飛車成で一瞬必死っぽく見えるんですが、まあ、3三金で、意外と受かってるっていう罠がありますね。さあどうしよう。一回囲っとくか。なんか1四歩同歩1三歩からなんかいじれそうな感じもするんですが、1四歩同歩1三歩同香1一角同玉2三飛車成り、3三金。惜しいですね。惜しい。もう少し何かがあれば決まりそうなんだけど、銀打っとくか。銀銀引かして、とりあえず打っときますか。まあ、これは利かしになるんで、銀とか一回受けさせて、なんかね、まったりと勝ちに行きたいですね。
まあ、3三銀とか打ってくれたら、どうしよう。まあ、3三銀と金で来るんだ。これしかし角は5二銀でダメか。角5二銀。7分。3四銀同金4三角は5二角でぴったり受かっているという判断ですね。なんか、これは潰したくなるけど、意外と潰れてないか。まあ、2四歩から平凡に交換しておきますかね。4一角とかなんかいろいろ潰せそうでいて、潰せないんだよな。角銀。なんかないかな。突いて取って、角銀。意外と決まってないか。突いて取って垂らす。ちょっと足りないですね。まあいいか。普通に。これはでも2四に拠点できるのはちょっと大きそうな。これでも3四銀同金4三角今度こそあり得るかな。5二角なら2一角成同玉2三飛車成で詰みますね。いやーでも2四歩でも全然十分そうなんで、2四歩でいっか。さすがに、さすがにこれでいいや。3四銀同金4三角全然ありそうだったんですけど、まあそこまでやらなくてもっていう感じは。1四歩同歩同銀同銀同香1三歩2三香車。まあ時間が地味になくなってるんだよな。囲っときますか、ちょっと。ここついて、一回金、ここに金上がって3六歩3七桂4六歩4五歩同歩同桂みたいな感じ見せていきますかね。向こうの狙いはやっぱり5四角から2七歩とかだと思うので、まあ、それさえ、させなければ、こちらの攻めが止まることはありませんので。まあ、これで王様適当に、まあ、この場合中住まいでもいいのかな。一応6八の方が形はいいので、6八に上がりたいんですが、6八玉、3六歩、3七桂馬、4六歩、まあ、できれば4七金で4五歩同歩同桂とね、全軍躍動という感じでいければ簡単に勝てそうですね。居玉はさすがにちょっとアグレッシブすぎるんで、1回は6八玉、まあ、できれば7九玉ぐらいまで行っときたいんですが。向こうの、守備ですね。まあ、ちょっと。こちらも一応駒組みはできますんで、まあ、そんな取引ではないかなという感じですね。そんな。まあ、桂跳ねて、4六歩、4五歩、同歩、同桂みたいな。まあ、6四銀とかがどっかしらで絶対来るんで、まあ、こちらとしてはその反動を利用した戦い方を、やっていきたいなと思います。まあ、しかし銀出られて具体的にどうするんだろう。意外とまだわからない。銀には角とか打つんですかね。で、3四銀狙って、先にね、一応1歩入りましたんで、なるほどね。5分。なるほど、なるほど。なるほど。同銀なら5五角ってことですね。次5五角打たれちゃうんで打ちますけど、
これで8五飛車は9六角から6三角成があるんで、まあ、8四飛車ですね。8四が多分一番守備にも効いてるかなっていう。あ、はい、あ、でもダメかこれ。7五飛車に2七歩があるのか。角成りに2七歩同飛車。あ、しまったこれ。これダメだな。あかんやつや。ダメですね、これ。角成ると2七歩同飛車4九角で逆に技が決まっちゃいますね。しまったな。握手させちゃった。いや、ひどいな。ちょっと握手させちゃいましたね。この次、6三角成を8五歩って受けるなら8六歩で、同歩なら6三角成と使っていく感じにしたいと思います。ああ、これ取っちゃおうかな。一回ここ入れるか。3五歩とかついて、隙だらけ感は出てるんで、どうですかね。まあ、同歩なら3四歩がかなり大きな利かしになって、2三銀からバラしていく手がよりきつくなると。そうですね。ないんだよな。ここ微妙だな。打つかやっぱり。一発ここ効かすか。効くかな。いや、行こう。ほっとけば1三歩成なんで、まあ一回は同歩と取るしかないと思うんで。これで1、2歩が効けばかなり大きいですね。ここでしかし時間使ってるってことは、取らずになんか2七歩みたいな手を考えてるってことでしょうか。3四歩入れて1四香車と走るような展開を考えてるんですが、銀でもいいのかなですね。同歩に打って逃げて銀取って銀逃げて、あー、やっぱりそうか、やっぱりそうか。なんかね、なんかそんな気はしたんですよね。一発なっとくか。ちょっと、まあ一発はさすがにならないと、やっぱり気合の面から見てもダメですから。ですね。3分。じゃあ角がね、どれだけ効くかなんですよね、これ。そうですね。3四桂は打てるんだけどっていう感じで。いやー、際どいなこれ。桂は玉で逃がしちゃうんで、この方が絶対いいかなとは思うんですけどね。うわ、マジかよ。
マジかよと言いながら手は勝手に金を取るっていう。ちょっとグダグダになったなこれ。スミス筋はないか、さすがに。2分30秒。これでも打てますね。これ桂打って、まあ同銀同銀同金同銀27馬なら2三銀から簡単に詰みますね。あーなんとかこれは逃げ切ったんとちゃいますかと。変なトンシ筋とかさすがに駒足りないですからね。足りないと思いたいですから。まあ、同金同銀に受けに回るようでは希望がありませんし、まあ、例えば同金同銀に3一玉なら、まあ、2三歩成が、3二と同玉3三銀からの詰めろで、2七馬と飛車を取っても解消されていないということで、これはさすがに勝ったんじゃないかなと思います。まあ、同金に詰ましに行く手もないか、さすがに詰みはないですけど、そうですね、同銀で勝ちと。いや、これはもう逃げ切ったと思いたい。こっからなんかとんでもない手があって逆転とかはないよな。まあでも玉逃げ歩成、玉逃げ3二と5二玉、それで時間稼ぎされるのが非常にめんどくさいか。3一玉ならまあでもなるしかないよな。3一玉、歩成、逃げ、金打ち。3一玉、単に金打ち。で、4二金、逃げ、2二玉、3二金、同玉、3三銀、2一玉、2二銀打ち、1二玉、2三歩成の詰めろと。なんか必死に、そうですね、ちょっと形、これはさすがにもう形作りに入ってますね。確実に詰まして終わりにしたいと思います。まあ、3一玉に、3二銀成同玉3三銀から、まあ、頭金まで簡単な詰みですね。まあ、どこに逃げても金打ちまでの詰みということになります。ありがとうございました。ビクトリー。早速やっていきたいと思います。まあそこそこうまくやったはずなんですが、なかなかしんどい展開になりました。このポイントは角で対抗したあたりですかね。まあ、とにかく攻めの銀と守りの銀を交換して、しっかり仕事してという感じ で攻めの金と守りの金も交換しようとしたんですが、これは拒否と。ただここに玉頭に大きな拠点ができましたんで、こうやってこれでまあ7三桂6四歩6五歩同歩同桂と振ればいいんですが、ちょっとねここで1四角が調子に乗りすぎた大悪手で、参考飛車に4七角成は8三歩同飛車6一角と切り返されて参ってしまいますね。まあ、8三歩に同金は8五飛車ですし、8三歩同飛車6一角と打たれた時に8二飛車なら7二角成同飛車8五飛車と、2枚返されて大失敗となってしまいます。ということでちょっとね、3五飛車の瞬間に8三歩あることに気づいて、あっしまったと思って仕方なく跳ねたんですけど、ここはちょっとやっちゃった感が強かったですね。まあ、ただ4七角成を防ぐ具体的な手段も銀引くとかですかね、金寄りとか金、まあ決定的に悪くなったわけじゃなかったんで、それはちょっとラッキーでしたかね。でガンガン攻めていって、まあ同歩は7六歩から9六銀と出ようかなと思っていたんですが、それも結構ギリギリで、こちらも2二銀の壁銀が邪魔してあまりいい格好じゃないので、まあ、ちょっとどうなのかなっていうのはあったんですよね。まあ、これで、まあ、一直線のここも金逃げたらまだどうだったんだろうな。金逃げて銀打って逃げて
取って取って歩成って取って銀とかそういう展開ちらっと考えてはいたんですが、最悪条件が揃うとこちらの王様がいきなり詰まされる可能性もあるんで、ちょっとねビクビクしながらやってました。本譜はさすがに桂が入って勝ったかなということで、なんとか最後は詰まして勝つことができました。途中少しグダグダになってしまったんですが、まああれですね、6八角に6四角と対抗するあたりとかその辺がポイントですかね。あと1四角3五飛車にね、まあ悪手だと気づいたら恥ずかしくてもそこで踏みとどまる勇気というか、これでね7三桂で踏みとどまって、まあ、決定的な差を与えなかったっていうのも大きかったかなと思います。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録していただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。